男子女子とそれぞれ準優勝戦が一つずつ終わりましたが、男子の準優勝戦はまず波乱ということで、この2つ目の準優勝戦を迎えるということになりました。三国男女ダブル優勝戦、これから行われますのは11レース男子の準優勝戦です。対戦メンバーは1号艇群馬支部山崎智也、2号艇埼玉支部伊藤恵三、3号艇広島支部池本照明、4号艇群馬支部椎名豊、5号艇地元福井支部表健一、6号艇群馬支部の高山秀夫、以上のメンバーで行われます。群馬支部が3人この11レースの準優勝戦揃った6人のメンバーとなりましたが、その1号艇山崎智也がもちろんここは人気の軸に押されました。準優前のレースも積極的な仕掛け1着を取りました。その1号艇山崎が抜けた1番人気で、相手は伊藤恵三の3連単1233.7倍、1244.2倍と、この2点に人気は集中です。池本3コース角を取りました4号艇近況成長著しい椎名豊、そして地元の表健一は5コースです。地元の意地を見せられるか、表が5コース、そして6号艇高山秀夫乗ってきました6コースです。3対3の進入スタイル男子の準優、11レースインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。好スタートは2コースからは2号艇の伊藤、センターから4号艇椎名が好スタートを切りましたが、一周1マークスリットから抜いて逃げを打っていくのは1号艇の山崎が逃げて刺していったのは4号艇の椎名と2号艇伊藤となりました。椎名が伸びてきますが山崎には届きません。先頭は1号艇山崎、リーダーは4艇審査、2番手ですが4号艇椎名わずかに優勢、打ち届いてくるが5号艇表、スタートは正常です。1号艇山崎は人気で答えました。石のりマークの旋回、2番手でクリアとなったのは4号艇の椎名、コーナー攻めた5号艇表だったんですが、さばいていったら3号艇池本照明が3番手の上、2号艇伊藤恵三苦しいか、現在4番手後方5号艇表、そして6号艇高山、2周1マークの旋回です。先頭2番手は山崎と椎名が抜け出しました。2周1マークの旋回からバックスエッジ、3番手でクリアだった3号艇道中、しぶといレースを展開した3号艇池本が3番手をキープ。このレースは2番人気の伊藤恵三ですが、現在5号艇表の4番手らしい、そして6号艇高山となりまして、2周2マークの旋回です。1号艇山崎少々スタート後手は踏んだんですが、1周1マーク先に回って先行体制作りました。そして冷静にコーナーワークを見せました4号艇椎名豊が2番手、3番手道中ここで突き放した3号艇池本が3番手のようです。2号艇の現在伊藤健三ですが、まだまだ高山との4番手争い、最終周回の1マークに向かいます。1号艇山崎智也がどうやら明日の優勝戦は1号艇ということになりそう。最後のバックストレッチ、そして2番手ですが4号艇椎名、3番手に3号艇池本で143で再生が決しました。後方ですが2号艇の伊藤と、そして5号艇表6号艇高山でラストダーマークの旋回に向かいます。3連単の143の図は 20.3 倍です。ラストダーマーから最後の直線コース、山崎智也人気に応えました。椎名も2番手を取り切りまして、どうやら池本も優秀切符を手にしそう。まもなくゴール、先頭は1番の山崎五輪、2番手は4番椎名が五輪、3番手は3番の池本五輪、2番の伊藤、6番の高山、そして5番の表3艇は接戦で五輪。